バラエティも普通に見ますし、映画も見ますし、一人で普通にゆっくり過ごしています。日本のバラエティですね。普通にゆっくりするときはゆっくりしますし、ロッカーでも普通に携帯をいじるときもありますし、別に四六時中常にということではないです。そんなに息苦しくはないですね。ご飯食べるときは美味しいなと思って食べますし、眠いなと思っているときに寝ますし。大谷翔平選手の私生活はふと誰もが一度は気になる事柄の一つです。世界最高峰の舞台であるメジャーリーグで圧倒的な活躍を見せ続けるスーパースターは、普段グラウンド外でどんな生活をしているのか全く想像がつきません。こんな疑問が浮かび上がる大谷選手ですが、どうやら普通の人間らしい生活も営んでいるようです。ただ、彼の私生活の中にはやはり、他の人間とは違うルーティンも取り入れているようで、その部分に関しては彼の周りの人々までも驚いているようです。ということで、今回の動画では大谷選手の日々のルーティンを過去の発言から探っていきます。今回も、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。寝れば寝るほど良い。寝れば寝るだけいい。大谷選手のプライベートに関することで注目されることが多いのは、睡眠についてです。大谷選手も睡眠に関して、インタビューで口にすることが多く、こんな印象的な言葉を残しています。寝れば寝るだけいい。まずは量を確保。質はその次。人間にとって睡眠は必要不可欠です。どんな人でも睡眠時間を取らずにまともに活動することはできないでしょう。その中でも、1日あたりの睡眠時間をどのくらい確保するのかは個人差もあります。大谷選手は、とにかく睡眠の量を大切にしているとしています。それでは、一般的な睡眠時間に関する考え方を見てみましょう。諸説ありますが、多くの研究結果のデータを見ると、夜間の睡眠時間は、10歳までは8、9時間、15歳で約8時間、25歳で約7時間、45歳で約 6.5 時間、65歳で約6時間と、必要な睡眠時間は加齢とともに減る傾向にあるようです。大谷選手の年齢を考慮すると、25歳の約7時間が目安のようです。しかし、睡眠の量を大切にするという大谷選手は、多い時で10時間から12時間の睡眠をとっていることを明言しています。約10歳の子供と同じ睡眠時間をトップアスリートである。大谷選手が必要としているのは大変興味深いことですね。それだけエネルギーを消費しているということなのかもしれません。大谷選手は、子供の頃から睡眠を大切にしていたそうです。小学生の頃は毎日夜9時から朝7時まで寝ていた。昼寝もしますし、半日くらい寝ていたかもしれない。寝る子は育つと言いますが、まさに大谷選手は規則正しく睡眠をとることを幼少期から実践していたようです。また夜の睡眠と合わせて昼寝を行っていたのも科学的に効果があることが実証されています。昼間短時間の睡眠をとって頭をすっきりすることで、疲労を回復、予防させるとされています。さらに、昼間の短時間の睡眠でリズムを整えることができれば、夜の睡眠も手助けしてくれるそうです。もちろん、幼少期から科学的に昼寝が大切だと知っていたわけではないでしょう。しかし、大谷選手は本能的に自分の欲求に従って効果的な睡眠の取り方を実践していたのかもしれません。当然、プロのアスリートになって、身体は資本として睡眠は一層大切という考え方になっているようです。一番大事に考えているのは、寝ることです。もともとシーズン中はいっぱい寝るようにしてきましたけど、今年は特にいっぱい寝るようにしていますね。大谷選手の睡眠の取り方は筋金入りです。2023年の WBC で一緒に戦ったチームメイトであるラーヌ・ヌートバー選手から、シーズン中に食事に誘われた時も、寝ているからと断ったこともあると明かされています。これほど睡眠にこだわるのも、メジャーリーグで長いシーズンを戦い、時差もある広大なアメリカ大陸を飛び回っているからでしょう。過酷な戦いを半年近く戦う中で、睡眠が重要なリカバリーの時間になっていると大谷選手は言います。大事ですね。ピッチャーは特に投げて中5であったり4の時もありますが、その中でどれだけ回復させていくか、だいたい20から30試合投げる中では、特に後半に向けては大事になってきます。そのため、最初に疲れをためないのも大事ですが、
後半にしっかり疲れを抜いて次の試合に臨むという意味でも睡眠は大きいことだと思います。大谷選手はオフシーズンの睡眠のルーティンも話しています。だいたい練習が10時ぐらいからスタートするので、8時ぐらいに起きてご飯を食べて少しゆっくりしてから練習場に行って練習します。練習時のスケジュールはウエイトやトレーニングがあるかどうかで終わる時間が 1、2 時間変わるのですが、遅くても3時くらいには帰ります。帰った後はご飯を食べて、そこから 1、2 時間ぐらい昼寝をして、起きてやることをやって、ご飯を食べてゆっくりして寝るという感じです。オフシーズンでも変わらずにしっかり睡眠時間を確保しているようですね。昼寝も含めてしっかりとルーティン化していることがわかります。それにしてもこれほどまで大谷選手が昼寝を大切にしていることが分かれば、社会の中で昼寝の大切さが浸透するかもしれませんね。寝れない時の対処法、大谷選手が睡眠を大切にしていることは十分に分かりました。しかし、寝たいのに寝れないという多く人が経験したことがあるであろう睡眠の悩みがあります。大谷選手にもそういったことはあるのでしょうか。シーズン中、試合の結果によっては、眠れない日などもあるかと問われた大谷選手はどのように答えたのでしょうか。僕は負けた日や打てなかった日が寝れないということがあんまりないタイプです。むしろすぐ寝れます。どちらかというと勝った試合だったりとか、いい試合だったりとか、体が興奮している状態の方が寝れない時があります。常にベストを尽くし、やるべきことをやるということを実践している大谷選手は、布団の中でネガティブ思考に陥ることはないようです。それよりも興奮している時に寝つけないと語っています。それでは興奮する機会も少ないであろうオフシーズンはどうでしょうか。リラックスした状態で寝ることができます。次の日投げなきゃいけないプレッシャーはないので、ちゃんと睡眠が取れる環境はあるかなとは思います。精神的に興奮している状態、試合が終わった後の状態みたいなものはないので、睡眠にしっかり集中できます。睡眠にしっかり集中できるという表現は面白いですね。大谷選手はとにかく貪欲に睡眠を求めているのがわかります。自炊にもストイック。大谷選手のプライベートで他に気になるのは食事です。先ほどもヌートバー選手の食事の誘いを断ったことを紹介しましたが、普段どんな食生活を送っているのでしょうか。2023年のオールスターの会見では、シーズン中に外食はしたのか聞かれています。外でですか。いや、記憶にはないですね。今日は多分代理人とかいろんな人と行くと思うので、まあ本当のシーズン中はないかもしれないですね。わかんないです。なぜ外食しないのか詳しい理由も聞かれています。基本的には球場でご飯があるので、帰ってお腹空いたなと思ったらホテルで頼んで食べますし、あんまりその次の日も試合があるとなかなか遅く帰ってくるというわけにもいかないので、という感じですかね。なんとなく誰かと一緒に外食するのは楽しいという先入観がありますが、大谷選手はあまり食事で楽しさは求めていないのかもしれませんね。あくまで食事は自分の体を形作るためのものなのでしょう。また大谷選手にとっては当たり前なのかもしれませんが、お酒などの話題が出てこないのも大谷選手らしいところですね。昔の野球選手といえば飲み歩いてなんぼのような時代もあったようですし、現代の選手でもアルコールに関するトラブルの噂が立つ選手は一定数いますが、大谷選手にそのようなトラブルは無縁なことがこの回答から再確認できます。大谷選手の食事に関することで興味深いことは他にもあります。メジャーリーグでのルーキー時代はあまり自炊をしていなかったそうです。朝だけなので軽くオムレツを作ったりとか、それだけです。勝負飯特にないですね。しかし最近のオフシーズンに行われたインタビューで、今のささやかな幸せはという質問をされた時には答えが変わっています。ささやかな幸せか、最近は自炊するのでたまに日系のスーパーへ行くんですけど、そこでお菓子を買うことくらいかな。アメリカでも生活に慣れたのか、自ら料理をすることもあると答えが変わっています。大谷選手は血液検査をして自分に合った食べ物を選び、徹底的に食生活を管理しているそうです。なんとより良い体作りのため、苦手な食べ物も食べれるように克服したというから驚きしかありません。食事の延長線上にある体作りに関して、こんな発言も大谷選手はしています。フィジカルは野球をやる上で根本となる部分ですし、フィジカルで強さを出せないと納得のいく動きができません。だから30代後半になっても
20代を超えるフィジカルを作っていく気持ちは失いたくない。そのためには健康でしっかりトレーニングできる環境を整えなければなりません。自炊をすることで自分の体をより力強いものに変えていきたいという大谷選手の気持ちが見えますね。自炊するときにはどんな料理が得意だったりするのか気になりますね。翔平は犬が大好きなんです。大谷選手のルーティンについて睡眠や食事を見てきました。そんな中で意外なプライベートについても明かされていました。かなり癒されていた。翔平は犬が大好きなんです。大谷選手の専属通訳である水原一平氏によると、大谷選手は犬が大好きだそうです。アメリカでもチームメイトが連れてくる犬たちと遊ぶこともあるようです。大谷選手に犬好きな一面があるのには、自身も幼い頃にゴールデンレトリーバーを飼っていたという理由があるそうです。大谷家に愛犬がやってきたのは、大谷選手が野球を始める前の小学1年生に遡ります。幼少期から愛犬と共に成長した大谷選手は、プロに入ってからも試合前のロッカールームで写真を見たり、2016年の大晦日の NHK 紅白歌合戦に審査員として出演した際にも、帰省できずに犬に会えないことを嘆いていたそうです。さらに大谷選手の愛犬に関しては驚きのエピソードもあります。2012年高卒からのメジャーリーグ挑戦を決断していた大谷選手は、日本ハムファイターズからドラフト1位で指名されます。当初この横やりのような行為をした日本ハムと会うことを大谷選手はためらっていたそうです。そこで当時の山田正夫 GM は、どこからか大谷選手が犬を飼っていることを聞きつけ、自身も犬好きで大谷家の愛犬に会いたいとアピールしたそうです。これを大谷選手の母親が聞き、犬好きに悪い人はいないと面談を始めるきっかけになったと言われています。逸材を獲得するため愛犬好きという情報すら活用しようとした山田 GM の執念に驚きしかありません。また交渉のきっかけとして愛犬に会いたいというアピールが有効だと判断されていることからも、大谷選手の犬好きは高校生の頃から周知の事実であり、筋金入りなこともわかります。しかし結果的に犬好きなことが大谷選手と日本ハムを引き合わせたという事実は見過ごすことができませんね。もし大谷選手が愛犬家でなければ、メジャーリーグでの二刀流プレーヤーの大活躍はなかったと思うと興味深いことです。犬好きという大谷選手の意外な一面が垣間見えましたが、これには野球にも好影響があるそうです。犬をはじめとしたペットと触れ合うことは、人間の脳内でオキシトシンという物質が分泌されることにつながるそうです。このオキシトシンは幸せホルモンとも呼ばれており、精神を安定させて不安やストレスの解消となり、人をリラックスさせる効果があります。このような人をリラックスさせる効果から、動物と触れ合うことをアニマルセラピーと呼び、欧米などでは動物を飼うことが推奨されているそうです。大谷選手も人知れず動物と触れ合うことで癒しを得ているのかもしれませんね。母は一切口出しせず。日本にいた時もそうなんですけど、上に行くほど人間的に素晴らしい選手が多いなと感じますし、これは日本でもアメリカでも関係なく、素晴らしい選手というのは雰囲気であったり接し方であったり学ぶべきところが多いんじゃないかと思いました。2018年、大谷選手はメジャーリーグでのルーキーの1年を終え、学んだこととしてこんな振り返りをしています。本人は全くそんなことを思っていないでしょうが、2023年になり名実ともに世界最高の選手に上り詰めた大谷選手は、人間的にも素晴らしいということを裏付けていると言えます。大谷選手のルーティンなどを知る中でも、人間としての素晴らしいあり方が示されています。そして大谷選手の基礎的な部分を理解するためのヒントは幼少期にあるのではないでしょうか。大谷選手の父親や母親は、彼が幼い時にどのように接してきたのでしょう。大谷選手は自身の母親の教育についてこんな発言をしています。母は僕のやりたいことを僕のやりたいようにやらせてくれた。大谷選手は子供時代を振り返り、自由にやりたいことをさせてもらえていたと考えているそうです。では実際に大谷選手のご両親はどのような教育方針をとっていたのでしょうか。母親である大谷加代子さんは明確な教育方針を語っています。夫も私も子供の人生の選択には口を挟みません。
両親と子供という親子関係にあっても、別の人格だからこそ、子供の意思を尊重するという考えのもと、大谷選手が育ってきたということがこの言葉からはわかります。こうした子供個人として尊重するという考え方は、日本ではまだ馴染みがないかもしれません。しかし、アメリカなどでは、親は子供に対して人格を持った一人の個人として、その存在を客観的に認め、自分と対等に扱おうとする姿勢があり、子供を所有化することはなく、自分と子供の間に一線を引くというのが一般的なようです。価値観などは人それぞれな部分もありますが、大谷選手がアメリカであれほどの成功を収めているのも、大谷家の教育方針がアメリカ的な要素を持っていたことと無関係ではないでしょう。また、野球に関しても両親の考える方針があったそうです。野球って楽しくなきゃいけない。やりすぎて嫌になってしまってはよくない。メリハリは大事にした。大谷選手は、子供の頃野球以外にも運動では水泳などにも取り組んでいたことは有名です。一つのことに集中しすぎるあまり、やりすぎるということがないよう注意したそうです。教育をする上で、メリハリに気をつけるというのは勉強になりますね。佳代子さんは、親としての喜びについても話しています。私は結果より、チームの皆さんと楽しそうに戯れている姿を見る方が嬉しい。プロアスリートの親が、子供の代理人のような立場になり、積極的に選手のキャリアに介入するのは、日本を問わず世界的にも見られる光景です。しかし、選手としての結果よりも良きチームメイトと楽しそうにしていることの方が、嬉しいと大谷選手の母親は言い切っています。大谷選手がいつでも伸び伸びと自分らしくプレーできているように見えるのも、自分の欲求に従いプレーすることを認めてくれる人の存在があるからかもしれませんね。大谷選手が育ってきた家の普段の環境も、お母さんによって明かされています。我が家は玄関からリビングを通らなければ自分の部屋に行けないので、いつも家族が見えるところにいました。みんな、ここでご飯を食べて、ここで勉強して、ソファに移動してテレビを見て、そして寝る感じでした。子供部屋は一応あったんですけど、ほとんど使っていなかったですね。子供の自主性に任せることを大切にしていながら、いつも子供たちの様子を見守ることができる環境整備が大谷家ではされていたことがわかりますね。普段から子供たちがどんなことをしているのか把握できているからこそ、子供たちがどんな選択をしたとしても親として受け入れることができるのかもしれません。カッと怒ることはなかった。父親である大谷徹さんも、子供に対して自由な選択を望んでいたそうです。メジャー行きを宣言したのも、日本ハムを選択したのも息子の意思。自分が納得する方向に進むのが一番です。両親揃って、子供の自主的な選択を尊重するということは、一貫しているようです。徹さんは、息子と同じ野球をプレーしているので、意見を言うこともできたはずです。しかし、そうしたことは一切せずに、子供の選択を見守っていたことがわかります。また、徹さんは、父親としてだけでなく、大谷選手が所属していた少年野球の監督やコーチも務めていたそうです。翔平と7つ違いの長男の龍太は、小さい頃は地元のスポーツ少年団で野球をやっていました。中学校でも軟式です。当時の私は、仕事が忙しくて龍太に対して手取り足取り野球を教えてあげられなかった。キャッチボールもなかなか付き合ってあげることができなかったんです。そのことが心のどこかに引っかかっていまして、今でも龍太には申し訳なかったと思っているんです。そのこともあって、翔平には一生懸命に野球を教えてあげようかな、と。ゆくゆくは高校に上がれば硬球を使った野球になりますし、末っ子には初めから公式チームに入れて野球をやらせてみたいという思いがありました。子供がやりたいことをできるように環境を整える努力をしたそうです。やるならとことんというのは、親子共通なのかもしれませんね。そして、父親がここまで野球でつきっきりになる一方、母親である佳代子さんは、やらせすぎないように気をつけていたと話しています。父親と母親で、子供に無理をさせないよう、バランスをとっていたことがうかがえますね。大谷選手は、父親が監督やコーチを務めることをどう感じていたのでしょう。父親は中学まではずっとコーチや監督だったので、グラウンドで接していることの方が多かったですね。ただ、監督やコーチはチーム全体を見ないといけないですし、息子だからといって特別扱いするわけにもいかない。
だから僕も父親という観点ではあまり見ていなかったですね。僕が監督だったとしてもそうだと思いますが、同じぐらいの子が自分の息子と同じ実力だったら、息子ではない違う子を試合で使わないといけないと思うんです。それは当たり前のことというか、だから息子である自分が試合に出るためには圧倒的な実力がなければいけない。チームのみんなに納得してもらえる実力がなければいけない。まだ小さかったですけど、それは僕にも分かりました。だからちゃんとやらなきゃいけないという思いはずっと持ち続けていました。父親がチームを率いる以上、自分には違った責任が伴うことを直感的に理解していたそうです。両親に甘えるのでなく、自分の実力で試合に出る権利を勝ち取るというところが子供離れしていますね。こういった部分も、親と子であると同時に立派な個人として扱われる大谷家の教えなのかもしれません。監督やコーチと選手という関係性が強かったようですが、家庭の中ではどうだったのでしょうか。大谷選手は子供時代、両親からほとんど怒られることがなかったそうです。確かお気に入りの本の表紙のところに買った当初から少しだけ剥がれちゃっていた部分があったんですよね。翔平はそれが気になるから自分で色を塗ってみたんですけど、思い通りにいかずにさらにおかしくなって泣いて怒って、絵本なんかでもそうでしたね。お気に入りの本の端っこが少しでも折れちゃったりすると、気になって気になってしょうがないみたいで、誰が折ったんだみたいな勢いになっちゃうこともありました。翔平が感情をむき出しにして怒るとしたら、自分が大事にしていたもの、持っていたものが傷ついたり壊れたりするとき。でもそれぐらいでしたね。私たち親がガーッと怒らなければいけなかったことが、考えてみると本当になかったと思います。好きなものに強いこだわりを持ち、大切に扱うという子供だったと大谷選手のお父さんは振り返ります。考えてみれば、大谷選手は試合中もバットやグローブなどの野球道具を雑に扱っているのを見たことがありませんね。大谷選手の両親は子供を叱ることをしないのと同時に、親同士の喧嘩も見せなかったと両親のことをインタビューしたスポーツライターが明かしています。親が喧嘩をすれば居心地が悪くなり、顔色をうかがうようになる。ご両親は家庭の雰囲気をいつも朗らかにして、子供たちが話したいことを何でも話せる空気を作っていた。おかげで大谷選手は反抗期もなく、中学2年生までお父さんとお風呂に入っていたそうです。3人の子供を育てることは簡単なことではないでしょう。夫婦間で考えの違いも生まれ、対立することもあったはずです。しかしそれを子供の前で見せないことを大切にしていたと語っていたそうです。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画では、大谷選手の日常生活のルーティンと、その原点となる子供時代の両親の育て方について紹介しました。大谷選手はオールスターゲームでの会見で二刀流の秘訣を質問されています。野球の試合自体が好きですし、打つのも投げるのも好きなので、楽しんでまず流行るのが一番だと思います。何か大きな理由があるわけではなく、打つのも投げるのも楽しいから続けていると答えています。大谷選手の母親である佳代子さんも、何より息子がチームメイトと楽しんでいることが嬉しいと過去に答えており、両親の教えを実践していることがわかります。スーパースターである大谷選手のプレーの凄さばかりに漠然と目が行きがちですが、何気ない日常を知るから見習うところが見つかったかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただけた方は、ぜひコメントをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。